北海道知事選、石川智弘が落選確実、鈴木直道に当選確実。先ほど NHK が北海道知事選において、鈴木直道さんに当選確実を出しました。現時点で開票率24%となっており、鈴木さんの得票が60%、石川さんの得票が40%となっております。この鈴木さん、元夕張市長で、 ありまして、辻さんの政策によって、北海道の財政が改善されるかもしれません。それに対し、石川智弘さんは、北海道独立宣言などという物騒な公約を掲げており、心配していたんですが、今回、落選確実となり、北海道に住む国民の皆様、有権者の皆様が、 守られることになりましたこの鈴木直美さんには北海道民が有権者の皆様が国民が求める政治を実現していただくようにお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました